プリキュア、マジで悪女すぎるキュア8選。プリティでキュアキュアなことで有名なプリキュアですが、すべてのプリキュアが善良で優しく完璧な美少女というわけではありません。中には性格が悪い悪女と呼ばれるプリキュアも存在しています。というわけで今回はマジで悪女すぎるキュアを8人アンケートを取ってランキングにしましたので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。8位、ミルク。まず第8位はイエスプリキュア5、イエスプリキュア5ゴーゴーに登場するキャラクターミルクです。ミルクは本来ただの妖精だったところ、後半からは青いバラの力によって人間の姿に変身できるようになります。もともとは妖精としてサポートするだけだったキャラがプリキュアとして変身できるようになり、普通は活躍を期待されるところなのですが、このミルク、とにかく非常識な発言が目立つのです。仲間たちが頑張っているところに嫌味を言ったり、単純に口が悪かったり、その上語尾にはミルクという名前だからかミルをつけてきます。これがうざいと感じた視聴者はかなりの数いるようです。さらに腹が立つのは、ミルクはプリキュアに変身した時はやけに強いという点。嫌味や悪口を言うのに弱いだったらまだ反撃のしようもあるのですが、それでさらに強いというのですから、こっちも何も言えなくなってしまいます。とにかく視聴者たちの怒りを買いまくる、ただただ性格の悪いキャラクターとして描かれていました。7位、しらべあこ。続いて第7位はスイートプリキュアに登場したキャラクターしらべあこです。小学生でありながらプリキュア選手として戦う頼もしいキャラクターですが、問題なのは小学生という点かもしれません。皆さんの記憶の中にある小学生はどういうイメージでしょうか。きっと生意気な小学生を思い出す人もいるでしょう。そう、このしらべあこは小学生特有の生意気さを持っているのです。中学生である他のプリキュアたちに容赦なく毒を吐くその口の悪さは、他のキャラクターたちが黙ってしまうほどです。その正体はとある国のお姫様ということになっています。確かにお姫様ってわがままキャラが多いイメージはありますが、だからといって毒舌すぎるという指摘は多くあったようです。動物に対しては優しいなどのちょっとした優しさエピソードもありますが、それを差し引いても彼女の毒舌はひどすぎるということで、見事悪女にランクインしました。もっとも彼女にとっては不名誉なランキングかもしれませんが。6位、夏木凛。悪女ランキングといったら大抵いるよねこの人と言われてしまいそうなキャラです。第6位はイエスプリキュア5、イエスプリキュア5ゴーゴーで登場したキャラクター夏木凛です。夏木凛といえば、大きいお友達なら誰もが知っているであろうプリキュア三大出現の一つを担っている人物。あんた他に友達いないの？という発言は、多くの大きいお友達の心をえぐる鋭利な刃物のようなセリフでした。ただでさえ作中では不遇な扱いを受けている夏木凛は、この発言のせいで擁護が減ってしまい、完全に悪女、性格の悪い女扱いされてしまう結果となりました。大きいお友達の心をえぐった罪は大きいということです。もちろんその後は様々なエピソードを経て仲間たちとの友情を取り戻すことはできたのですが、大きいお友達の心を取り戻すことはできませんでした。以降夏木凛はプリキュアの話題が上がるたびに登場するキャラクターになってしまいました。本人にとっては喜ばしいことなのかもしれません。5位、くるみエリカ。第5位はハートキャッチプリキュアに登場するキャラクターくるみエリカです。くるみエリカは良くも悪くも思ったことを素直に言う性格をしています。社会人になった大きいお友達ならそれがいかに危険な行為かわかることでしょう。当然人を傷つけることがあり、
トラブルを起こしてしまうことがあるキャラなのです。しかも口癖はやるっしゅなど、結構ぶりっ子キャラを出している雰囲気もあります。自身はその言動や行動に悪意は持っておらず、それだけに余計たちが悪いです。ただくるみエリカが空気を読まず人の気持ちを考えない発言をしたとき、仲間たちはそれを指摘する優しさがあります。さすがにそれに対して開き直るほどの悪女ではないので、指摘された時は素直に謝ることはできるようです。そういった素直なところは評価されているので、うざかわいいというファンもいたりいなかったり。しかしうざいが含まれている時点で悪女認定されるのがプリキュア界の恐ろしい点。プリキュアの世界で悪女と言われないためには、あまりにもうざいと思われる行為は避けなければならないようです。ただもしも現実にくるみエリカがいた場合、大きいお友達はむしろ遠慮なくいろいろ言ってほしいという声も上げているようです。くるみエリカの悪女っぷりも大概ですが、それを受け入れる大きいお友達の心の寛大さもさすがというほかありませんね。4位、野の花。続いて第4位を紹介します。第4位はハグッとプリキュアに登場したキャラクター、野の花です。ハグッとプリキュアの主人公なので悪女なはずがないと考える人もいるかもしれませんが、残念ながら野の花は思いっきり悪女認定されてしまっています。悪女というよりは単純に嫌われキャラという方が近いかもしれません。野の花は思い込みが激しく、自分勝手に突っ込んでいってしまう性格をしています。基本的にちょとつ盲信で後先を考えないので、トラブルに巻き込まれてしまうことも多く、これのどこが主人公と思ってしまうようなことも多々あります。ただ歴代主人公に負けないコミュニケーション能力や明るさがあり、そこが彼女の主人公たるゆえんとなっています。しかし実は本人の中には結構な闇があり、その闇が見え隠れする描写は見ていて辛くなるという人が多かったようです。さらに最終回では野の花は出産するシーンがあったのですが、未来という舞台設定なのに出産は相変わらず痛いものなのかという否定の声も上がってしまい、本人に直接関係がないことで彼女は批判されてしまいました。そういう意味では彼女も被害者なのかもしれません。ただそれを差し引いても、彼女の後先考えない性格は大きいお友達からはあまり好かれてはいないようで、彼女が悪女であるということは決して覆ることはなかったようです。3位、東刹那。続いて第3位の紹介をします。第3位はフレッシュプリキュアに登場するキャラクター、東刹那です。もともとは敵幹部だったキャラクターが転生をしたことによってプリキュアの仲間になってくれました。敵幹部時代はかなりの悪役っぷりを発揮しており、冷酷非道でゲス、しかし美貌があったので大きいお友達からはイース様と継承付きで呼ばれていました。プリキュアに転生してからも幹部時代の記憶は残っており、その罪悪感に苛まれてしまうこともあるようです。転生してからは悪事を働かなくなり、真面目で優しい性格となりましたが、今回のランキングではイース時代の悪逆非道ぶりが議論点となったようです。プリキュアに転生したとはいえ前世の悪行がなくなるわけではないという大きいお友達からの厳しい意見があり、転生前の悪女っぷりも論点に含むことになりました。結果的にプリキュアでありながら悪事を働いていたという類まれなるキャラとなり、今回のランキングでは第3位になりました。本人的にはこれでいいんでしょうか。ただ前世の悪行もしっかり議論すべきという大きいお友達の意見もわかります。彼女には他のランキングでもっと名誉あるランクに入ってもらいたいと思います。2位、キセヤヨイ。第2位はまたしてもこういうランキングだったらまずいるよねっていうキャラクター、スマイルプリキュアに登場したキセヤヨイです。
黄色キュアはあざといの代名詞的存在。とにかくあざとい、あざといと言ったら奇世弥生という言葉もあったりなかったりします。転校した先で自己紹介に失敗しただけで落ち込んでしまうというメンタルの弱さも大きいお友達をイライラさせてしまうポイントとなっていました。また奇世弥生は人見知りでもあり、仲のいい友達以外に対してはかなり引っ込み思案になってしまうようです。しかし仲のいい友達に対してはかなりお調子者になる様子も描かれています。この姿に大きいお友達は自己投影してしまったとか。また親友のみゆきと一緒にいろいろと問題を起こしてしまっては他のプリキュアから怒られてしまうこともあるようで、そういった点からも視聴者は奇世弥生にイライラしてしまったようです。また自身の能力である雷を使うとき、登場初期はその雷に自分で驚いてしまうといったあざとさも見せていました。今となっては奇世弥生のあざとさはお家芸のようになっており、多くの人が奇世弥生のあざとさ見たさにスマイルプリキュアをもう一度見たりすることもあるとかないとか。まあなんだかんだあざといって可愛いですからね、しょうがないですね。しかしあざといは確かに可愛いけど、悪女と呼ばれるのは仕方のないことかもしれません。特にあざとい系女子は同性から嫌われる可能性が高いです。奇世弥生にはなんとか同性からの怒りや恨みを買わないよう生活してほしいですね。1位、白雪姫。いよいよ第1位の発表です。第1位はハピネスチャージプリキュアに登場するキャラクター白雪姫です。彼女も他のキャラクターと同様、こういったランキングだと必ず名前が上がるタイプのキャラクターですね。なんといっても彼女のせいで敵である幻影王国が復活してしまったんですから。まして復活させたにもかかわらず、自分は責任を取らず逃げてばかりの様子を見せてきます。これではあまりにも責任能力がありません。確かに10代に責任能力を求めるのは酷な話かもしれませんが、かといって敵を野放しにしておくと世界そのものが滅びかねません。そんな状況なのに年齢がどうかなど言っていられるわけがありません。白雪姫のそういった無責任な態度は大きいお友達から多くの反感を買いました。本来プリキュアという存在は誰かを守りたいという思いから行動を起こすことが多いです。しかし白雪姫には誰かを守りたいという気持ちが強く感じられず、なんだか見ていて悲しくなってしまいます。何か問題を起こしたのに責任から逃げてばかりなのは現実の大人たちもやってしまう問題ですね。そういった点からも白雪姫はかなり厳しめに評価されているようです。メンタルも非常に弱く、基本的に逃げてばかりの性格。プリキュアは確かに大きな障壁があるほど成長し、仲間のために頑張るキャラが多いですが、だとしても白雪姫の逃げ癖はちょっと露骨すぎるという評価がされていました。結果的に彼女はプリキュア史上最大級のヘタレキャラ扱いされてしまい、自分のことを第一に考えるような悪女という扱いになってしまいました。かわいそうではありますが、自業自得とも言えてしまいますね。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また、こんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。